2020年5月30日になりました。ごきげんよう、衆議院の原口和弘です。朝のご挨拶です。昨夜もですね、遅くまで本当いろんな方にお世話になりました。また子供がですね、アナフィレキシーですね。本当に赤白連携って言ってですね、東京救急車が足りないということで消防自動車が最初に来てくれて、そして救急車ですね。本当にありがとうございました。やっぱり自分の子供がですね、なかなかアレルギーって原因がわからないんですよね。でしかももう本当に昨日は穏やかな夜かなと思ってたら急に苦しみ出してですね、本当かわいそうで、変わってあげたい親としたらですね。さて、なんとか、難を逃れました。ありがとうございました。ごきげんよう。で昨日ですね、安住くんが NHK の番組について教えてくれました。京都大学の山際純一総長が一昨日なんですかね、 BS の番組に出られて、ゴリラの研究者としてもとても有名な方ですね。私実は高校時代に2つの進路で、いろいろ考えていて、京都大学霊長類研究所、東大で心理学を学んだのもですね、もちろん法学や社会学も一緒に学べるっていうのもあったんですけども、その小さい頃からの夢、ゴリラを研究したいと。で東大ではチンパンジーだったんですけども、山際先生のお話を安住くんが教えてくれました。実際にその番組見てみたいと思うんですけども、今社会的距離とか言ってるけど、その山際先生、チンパンジーやゴリラとずっとですね、研究をされて、で元々ですね、私たちがこうやって言語を獲得したと。で言語っていうのはコミュニケーションの中の一つなんですよね。安住くんの言ってたのをそのまま聞いてるんで、山際先生がどう正しくおっしゃってたかっていうのは番組を見ないとわからないんですけど、安住くんが教えてくれたことによるとですね、そのコミュニケーションの中のほんのそのわずかの時間で獲得した言語って、この言語っていうのはとても大事なんだけど、言語にだけ頼り切るとそのいろんなものを忘れてしまうと。例えばですね、これ土ですよね。これ土に触った感覚、これとっても大事ですね。で言葉を持たないと言われている動物たちはいろんな方法を使ってその、相手に意思を伝えると。である意味その言語を獲得した人間よりもはるかに豊かなコミュニケーションをしているかもわからない。だからその社会的距離でですね、私がこうやって朝画像も一緒にお送りしてるのは言語だけに頼りたくないからっていうのもあるんですね。でとっても大事なことだなと思います。自然っていうものをですね、だからよくソーシャルディスタンスって今社会的距離って言いますね。でそれでそのこういう SNS で言語が肥大化していったらですね、人間はどっかで耐えられなくなるんじゃないかと思うんですね。でそれはその人間の本来持ってるコミュニケーション、触ったりあるいはその匂いを嗅いだり仕草を確認したり、でそういったものの感覚っていうのをしっかり残しておくべきだ、大事にすべきだ。ちょっと私すごく、昔から尊敬する先生で、今でも高校の日記にですね、将来、政治家、その当時はもう総理大臣を上り詰めた後にいろんな夢をですね実現する過程で、絶対にアフリカでゴリラの研究をしたいと、だけど京都大学からは混んでいいって言われたんで、混んでいいというか受かなかったわけで行けませんでしたけど、法学学びながら霊長犬でですね勉強したいなと、そんな
野望を持ってたんですけど、これはまだ未だに実現してません。いつか実現させたいと思ってます。さて今日はですね、昨日からあの沖縄の県議選ですね、吉田調整官、皆さんご存知ですか、辺野古の海で、高須先生も来ていただいた時に屋良さんや多くの仲間と一緒にですね、あのを導いてくださった方でもあります。沖縄の両親と言われるような方でですね、高須先生はまあどちらかというとあの右派の方ですが、あの吉田調整官、元調整官、沖縄のナンバー3ですね、まあ、実質あのデニーさんの生みの親と言っていいでしょう。でものすごく立派な方でですね、町長もなさって、でそして基地に苦しむ、アメリカの基地に苦しむですね、沖縄のことについてもう心からあの実践をし、あの活動をされてこられた方なんですね。で高須先生との話もよく覚えてます。あのお二人昭和20年の生まれなんですね。でしかもお二人ともですね、その母校で生まれておられるわけですね。で高須先生その時おっしゃってたのは、あの死にかけたと、その防空壕何も設備ありませんからね、そこで生まれて、吉田調整官に至ってはですね、生まれた 日付さえ、つまりご自身の誕生日さえご存じないんですね。でもですね、志をずっと遂げながら、あの瀬永上次郎さんもそうですけども、まあ、ずっとこう活動を続ける。辺野古の海も一緒に船にですね乗っていただきました。実にたくさんの文化や自然についてですねお話をくださいました。ぜひあのまた県議会議員としてですね戻ってあの力を尽くしていただきたいと思います。さてあの昨日いろんなヒアリングをしました。雇用調整助成金、これの拡充っていうのもですね、私たちの要求を与党の皆さん入れていただいてありがとうございます。新たな制度もできてきます。ただ他方でですね、持続化給付金や GoTo キャンペーンやいろんなもののその事務費、これむちゃくちゃ大きくありませんか。1兆5000億の GoTo キャンペーンでですね、なんで3000億も事務費、それから持続化給付金についてももう800億近いあの委託費ですね。でしかも再委託してるわけでしょ。でその団体についてちょっと調べてみたら、新たな構図が分かりました。つまり官製の団体ではないかと、この場合ですね経産省が作った団体なんではないかと、おもてなし認証なんていう話をしてるんで、おもてなしってなんか聞いたことありますよね。そうです、あのオリンピックのオリパラの誘致の時におもてなしって言って世界的にあの有名になった言葉ですね。これをプロモートした会社電通ですね。今あの、不正があったんじゃないかっていうんでフランスの捜査当局が本格的捜査をしている。それの、まあ、おもてなしっていう言葉がキーワードで、ずっと調べていくとですね、これあの、月曜日、その会社に、14人しかいない。しかも、ホームページ、連絡先も書いてない。で、この GoTo キャンペーンもそうですし、持続化給付金も雇用調整助成金もそうなんですが、それから10万円もそうなんですが、国民に届ける仕組みを持ってないんですよ。これ昨日あの厚労省の皆さんも来られたんで、ブロックチェーンを使って即座に、それから本来昨日あの石垣のり子さん言ってましたね、自治体の業務が大変になると思ってたら、なんと経産省直轄だったと。でもその直轄でやってるその中身、仕事の中身は実に検証が必要なものでしたね。今日も仲間とですねこの後さまざまな情報交換をしますけども、皆さんもぜひ情報を寄せてください。それなぜかって言ったら、もう今まさに昨日も私夜中まで病院にいましたけども、
もうこの新型の状況、これ新型あの S タイプ、K タイプ、G タイプってあって、その日本に来てるタイプはヨーロッパのとアメリカのと違うみたいですね。でこれ第一波が終わったみたいに言ってますけども、安心できるような状況ではないですね。でそのためにも即座にあのこの国民に早く届ける仕組み、これを作んなきゃいけません。そんなものを今から作ってるっていうこと自体がですね、あの不思議な話なんですね。これ真っ赤なフランスチェリーボニカ、これですね、綺麗ですね。やっぱりバラって赤のバラも綺麗ですね。あのさてもう次へ行かなきゃいけません、どうぞ。で、行花歌さんが書いておられましたけども、昨日もあの夜ですね、あの自分はもう治りかけてるんだけど、心の病気があの治っちゃうと誰にも話をすることができないと、だから復帰が怖いんだっていう方がおられました。治りたいけど治りたくないっていう心境ですね。わかります。私もですね、 ICU にかなり10日ぐらいいたんですかね。あの本当に視線をさまよってると、でいろんなものをですね、看護師さんに、まあ完全看護ですよね。そうすると今度はそれに慣れてしまうとですね、そこから出られなくなるんですね。あの私の恩人のですね、看護部長さんが、あんた早く出らんねん、どがんしてねって私を叱りつけてくれたんですよ。それは ICU シンドロームって言って、そこからもう出ていけなくなるんです。ハッとしましたね、自分が陥ってる状態に。で、あの治りたいけど治りたくない、復帰が怖い、でそういう方にですね、結びにあのアドバイスというアドバイスにならないかもわからないけども、自分の気持ちを書き留めること、あるいは表現すること、そのことをですね、日頃から心がけていただければなと思います。僕にでも結構です。あの送っていただければ、まともなアドバイスができるかどうか分かりませんけども、あの頑張りたいと思います。ではもうこうやってですね、綺麗なバラもところどころしおれてきましたね。あのこの後は紫陽花の季節です。これなんかすごく綺麗ですよね。じゃあちょっと綺麗なバラをですね写して、今日はご機嫌をしたいと思います。沖縄の県議選、尾長竹春さんとかですね、大切な同志がいっぱい出てます。どうぞデニーさんをですね、応援をしてくれる仲間をぜひ皆さん増やしていただきますよう、お願いをします。この柔らかい色で今日はご機嫌ようしたいと思います。それじゃあ皆さんご機嫌よう。今日もたくさんの祝福がありますように。